藤ささらです。鈴木つづみです。今回の動画は、ビットコインの予測価格シリーズ第15弾です。今回紹介するビットコインの予測価格は、スタンダードチャータード銀行によるものです。この動画を見ると、仮想通貨分野に関係する銀行がビットコインについて、どのような予測価格を出しているのかを知ることができます。ぜひ最後までご視聴くださいね。よろしければ、シリーズ第1弾から第14弾までの動画もご覧ください。再生リストの、ビットコインからご覧いただけます。このチャンネルでは仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。では、早速本題に入ります。スタンダードチャータード銀行、スタンダードチャータード銀行の予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2023年7月10日、予測価格に到達する日は、2024年末までに、予測価格は、12万ドル、約1680万円です。世界70カ国に事業ネットワークを展開する、世界的な金融グループであるスタンダードチャータード銀行の、トップ為替アナリストの一人であるジェフ・ケンドリックは、2023年7月10日に、ビットコイン価格は今年2023年は5万ドル、約700万円、2024年末までに12万ドル、約1680万円に、達する可能性があると述べました。スタンダードチャータード銀行は、今年2023年4月にもビットコインの予測価格を出しており、その時は2024年末までに、10万ドル、約1400万円に達する可能性があると発表していました。2023年4月にスタンダードチャータード銀行が出した、ビットコインの予測価格を紹介した動画も投稿しておりますので、ぜひご覧ください。スタンダードチャータード銀行は、仮想通貨に関するニュースで時々名前を見かけるよね。そうだね。今年2023年4月にもビットコインの予測価格を発表しているし、かなり仮想通貨、特にビットコインに関心があるような感じだね。世界的に見ても、銀行がビットコインの予測価格を出す事例は、他にないような気がするから、そういう意味において、かなり稀有な存在だね。稀有な存在の稀有ってどういう意味なの？稀有っていうのは、あまりない、とか、かなり少ない、とか、そういうイメージの言葉だよ。そうなんだ。ありがとう。つづみちゃんといると、いろいろ勉強になるよ。そうかな。そう言われると嬉しいけど。そういえば、スタンダードチャータード銀行っていう名前、一度聞いたらなんか覚えちゃうよね。そうだね。韻を踏んでいるから語呂がいいし。韻を踏むというのは、母音が同じ言葉を繰り返す、という意味の言葉だよ。多分この説明で合っていると思うけど、間違ってたらごめん。つづみちゃんに先回りされてしまったね。でも、ありがとう。そういえばスタンダードチャータード銀行の他に、以前仮想通貨関連の記事で、サンタンデール銀行という銀行を知ったんだけど、この銀行の名前も一度聞いたら覚えちゃったんだよね。サンタンデールって、何か飛び跳ねているような語感でリズムが良くて。ささらちゃんは、直感力がすごいし、感性が豊かなんだね。そうかな。つづみちゃんは、分析力や知識がすごいよね。こうして見ると、私たち二人は結構いいコンビだよね。そうだね。なんだかちょっと照れくさいね。それでは、スタンダードチャータード銀行の、ジェフ・ケンドリックの発言を紹介していきます。スタンダードチャータードは、いわゆる仮想通貨の冬は終わったとの見方に基づき、4月にビットコインの2024年末の予想価格を10万ドルと発表したが、同行のトップ為替アナリストの一人であるジェフ・ケンドリック氏は、ビットコインには現在 20% の上昇余地があると述べた。わずか3ヶ月で、ビットコインの予測価格を2万ドル上方修正したわけですが、その理由として、ジェフ・ケンドリックは以下のように述べています。採掘される BTC、ビットコインあたりのマイナーの収益性が向上するということは、キャッシュ流入を維持しながら販売量を減らすことができ、純 BTC 供給量が減少し、BTC 価格が上昇することを意味する、とケンドリック氏はレポートで述べた。
ビットコインの価格が上昇して、マイナーの収益性が向上するということは、マイナーはビットコインの売却数を減らすことができ、市場に供給されるビットコインの数が減り、それはビットコインの価格が上昇することを意味すると、ジェフ・ケンドリックは述べています。また、ジェフ・ケンドリックは以下のようにも述べています。スタンダード・チャータードは、予測される価格上昇の根拠として、世界中で毎日900枚の新しいビットコインを鋳造しているマイナーが、コスト、主にスーパーコンピューターを動かすための電力を賄うために販売する必要が、間もなく減少するだろうと述べた。ケンドリック氏は、マイナーは最近、新しいコインを 100% 販売していると推定しています。ただし、価格が5万ドルに達したとしても、おそらく 20-30% しか売れないでしょう。現在、ビットコインは毎日900枚マイニングされており、マイナーは 100% を売却していると推定していますが、ビットコインの価格が5万ドルに達したら、マイナーはおそらく 20% から 30% しか売却しなくなると、ジェフ・ケンドリックは述べています。ビットコインの価格が上昇して、マイナーが売却するビットコインの数量が減り、その結果市場に供給されるビットコインの数量が少なくなり、ビットコインの価格が上昇していくから、予測価格を上方修正したというわけか。スタンダード・チャータード銀行が前回2023年4月に、ビットコインの予測価格を発表した時は 1BTC あたり約400万円。現在2023年7月は 1BTC あたり約430万円。まあ価格が上がっているといえば上がっているね。前回の予測価格を発表した時は、1BTC あたり約400万円ではなく、もう少し安い価格を元に計算した予測価格だったのかもしれないね。あと、マイナーの損益という話になった時、私はいつも思うことがあるんだけど、マイナーは電気代や設備代などもろもろの費用より、マイニングしたビットコインを売却した金額の方が多いから、事業を続けられるわけだよね。そうだね。これがもし逆転して、費用の方がビットコインの売却益よりかさむようになったら、ビットコインはどうなってしまうんだろうって思うんだ。今まではビットコインの価格が上がり続けてきたから、なんとかマイナーもやってこれたけど、ビットコインの価格が上がらなかったり下がり続けたりしたら、マイナーは破綻してしまうよね。そして、すべてのマイナーが破綻したらビットコインも破綻してしまう。マイナーが破綻していけば、マイナーの数が減っていくよね。そうなれば、ビットコインをマイニングする競争が緩やかになり、ハッシュレートが低下するでしょ。そうしたらマイニング機器にかける費用が少なくて済むようになり、また利益が出るようになる。でもそれだとハッシュレートが低下するから、ビットコインのセキュリティが低下してしまう。そうしたら、需要が減り価格が低下して、マイナスのスパイラルになりかねない。サトシ・ナカモトも、おそらくこの問題については認識していたと思うけど、サトシ・ナカモト自身は、この問題についてどう考えていたのかを聞いてみたいね。ビットコインは価格が上がり続けることで、成長し続けるモデルだと思うけど、価格の停滞や下落が続いた場合はどう考えていたんだろうって、私にはわからないような、ビットコインの価格が上がり続ける仕組みが、隠されているのかな。一応、半減期はビットコインの価格を上昇させる効果があると言われているけど、半減期があるから必ず価格が上昇すると約束されているわけではないし。これは本当に難しい問題だね。まるで、ビットコインは止まることができないマグロのようだね。価格が上昇し続けることでしか生き延びることができないんだよ。ビットコインはマグロ。そう考えるとビットコインはかなり危ない橋を渡り続けているのかもしれないね。大成功するか失敗するか、100か0か、自分で言っていてなんだか怖くなってきたよ。まあ、失敗する可能性のことばかり考えていても仕方ないね。大成功する可能性だって十分あるんだし。そうだよ、ごめんね。私が余計なことを言ったから怖がらせちゃって。大丈夫。ビットコインを盲目的に信じるのではなくて、危険性についてもしっかり認識しておくことは大事なことだと思うから、
その上でビットコインの未来を信じるのがササラなのです。それでは続けてジェフ・ケンドリックの発言を紹介していきます。これはマイナーが1日に販売するビットコインの量を現在の900ビットコインからわずか180から270ビットコインに減らすことに相当します。マイナーが1日に売却するビットコインの量が現在の 900BTC からわずか180から270 BTC になることを意味しますとジェフ・ケンドリックは述べています。これにより1年間でマイナーの販売が328,500 から65,700 から98,550 の範囲に減少し、年間約25万ビットコインの純 BTC 供給が減少することになります。現在マイナーは1年間に328,500BTC を売却していますが、これが 65,700BTC から 98,550BTC の範囲に減少して、年間約25万 BTC の供給が減少することになりますと、ジェフ・ケンドリックは述べています。ビットコインの価格が上昇して、マイナーの売り圧が減少。これが繰り返されていけばいいけど、そうはならないんだよね。もうマイナーの損益がどうとか悩まなくていいくらい、ビットコインの価格が上昇してくれたらいいのにな。あはは、本当だね。それではスタンダードチャータード銀行の企業紹介をします。スタンダードチャータード銀行は、世界70カ国に事業ネットワークを展開する、世界的な金融グループです。イギリスのロンドンに本拠を置いていますが、アジア太平洋地域での業務が 65% を占め、中でも香港は2004年には収益の 30% を上げるなど、最も重要な活動拠点となっています。まとめ、いかがだったでしょうか。今回は、スタンダードチャータード銀行による、マイナーの売り圧減少という観点からの、ビットコインの予測価格をお届けいたしました。今後もビットコインの価格に関するニュースを追っていきたいと思います。この動画の内容がいいと思ったら、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。最後にビットバンクのご案内をいたします。ビットバンクは取扱い銘柄が国内最多クラスであり、手数料を安く抑えられる板取引が充実していることから、人気のある国内仮想通貨取引所です。海外仮想通貨取引所のように、突然利用することができなくなる心配もありませんし、口座の開設を検討されてみてはいかがでしょうか。説明欄にビットバンクへのリンクや、口座開設方法を解説した動画へのリンクを記載しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、ここに表示されている次の動画もご覧ください。